神羅万象丸さん、こっちです。何なんだい、急に呼び出して。ここは放送室です。放送室？これから何をするんだ？師匠から伝言があって、これです。何何？俺は忙しいので、今日は潮中放送部の活動には付き合えない。あ、そうだ、森林麻呂でも呼んだらどうだ？っておい、死んだ万象丸だってば。僕ここで毎月モブサイコ102の宣伝のために放送部として活動してるんですが、喋るのが苦手なので毎回誰かゲストに来てもらってるんです。そうだったのか。しかし部外者の俺が学校に来ていいのか？先生に怒られたりしないか？大丈夫です、師匠の時もなんとかなりましたし。本当に？死んだ万象丸さんは2期からの立派なレギュラーメンバーじゃないですか。ここで宣伝すればきっとお仕事も増えますよ。そういうことなら、この世紀の霊能力者神羅万象丸がお手伝いしよう。ありがとうございます。それじゃあ放送始めますね。モブサイコ100潮中放送部、皆さんモブサイアップ、伊藤節夫です。この番組は毎回ゲストをお迎えしながらアニメモブサイコ100の魅力をお伝えしていく番組です。はい、というわけで2月に入りましたが、ちょうどですね、先月4話5話の最上編の上映会がありまして、でしかも今月その先の6話7話のホワイティ編の上映会が控えている最中のこのラジオなんですけれども、ですね、その最上編の上映会の様子をちょっと僕の方から今伝えたいと思うんですけど、結構上映会にしては珍しくお客さんが見終わった後にもう疲れ切った顔をしていてですね、やっぱ放送内容が結構重めの内容だったので、皆さんもその内容を多分その瞬間その瞬間噛み締めていたんであろうという顔を 見られたのがちょっと僕的にはすごく嬉しくって、なんかそれをちょうどテレビで皆さんも見た後ですかね、今この放送を聞いてもらってるのは。なのでまた次6話7話の上映会来られる方はぜひ心して来ていただきたいなと思っておりますが、まあ僕が長々一人で喋っても仕方がないので、今回もですねゲストの方がいらしてますので早速お呼びしたいと思いますが、よろしいですかね。よろしいですか。はい、はい、それではご登場いただきましょう。神羅万象丸役の楠木大天さんです。モブサイアップ、楠木大天です。ありがとうございます、これ何、みんなモブサイアップって言うの？そうなんです。秋代さんも言った？言いました。本当に？はい、言っていただきましたちょっと僕が本当思いつきでつけてしまった。まさか。そうなんだ、はい、モブサイアップ NG があったらもう全然言わないでも構いませんので。いや大丈夫ですよ、何でも NG ないですからありがとうございます。はい、はい、神羅万象丸と実はモブって同じシーンにいながら会話シーンってあんまりなかったんですよね。実はそうだっけ。そんな気がします。ずっと師匠とお話ししてるのを僕が眺めてるみたいな、なるほど、関わりが。そんなにだってあんま悪霊としか喋んないもんね。そうなんです、人間とあんま喋らないので、あと筋肉の人たちとしか喋んない。肉体改造部とばっかりなので、うん、なんで今回の冒頭オープニングは、うん、なかなかこう新鮮なトークだったんじゃないかなってお客さん的にも思ったんですけれども、うん、どうですか。うん、じゃあこれシリーズして毎回やろう。これやりますか。シリーズしてでも本当に今回ゲストに来てくださってるか。スピンオフ。あ、え、神羅万象丸のスピンオフいきますか。ちょっとそれはワン先生に連絡をして作っていただきたいと思うんですけれども、うん、はいはい、はい、神羅万象丸についてなんですけれども、うん、はい、実は今までもいろんなゲストの方から、うん、こう森林丸尾のお話が出ておりまして、どんな話が出るの。なんか神羅万象丸の出番がない回に、うん、秋代さんが、うん、あれ今日森林丸尾いないのかって結構本当何回もおっしゃってて、ていうかさ、秋代さんさ、はい、他の現場でも会うたんびに、はい、おう森林丸尾ってもう絶対言うよ。秋代さんの中でもう1回のその出会ったその1回の番組で 2,3 回言ってくれ、はい、おう森林丸尾それ多分気に入ってんだと思う、多分名前もね。桜井さんとかも、うん、なんか俺好きなんだよねっておっしゃってて、はい、桜井くんあんま俺のこといじってこないけどね、俺にはあんまりなんでこう皆さん的にも結構お気に入りのキャラなんじゃないかなって思うので、うん、今回はその森林丸尾、いや神羅万象丸についていろいろと伺ってまいりたいと思いますので、うん、はいはい、よろしくお願いいたします。
それではそろそろ始めましょう。モブサイコ100使用中放送部スタート。モブサイコ100使用中放送部、改めまして伊藤節夫です。楠木大天です。それではまずはですね、はい、改めて楠木さん演じる神羅万象丸についてお話ししていこうと思うんですけれども、うん、はい、先ほどちょっとお話を伺ったところ、はいはい、実は神羅万象丸で出演される前から、うん、モブサイコというアニメを見てた、見ていたという話を伺ったんですけれども、うんうん、その見ていた時ってどういう風に感じ。いや面白い、面白いアニメ。本当ですか。いや普通に見てたよ。何もだから出ないとか全然知らないし、はい、ね、そんなオファーも来てないから普通に見てた。だから面白いと思って。それがでも神羅万象丸というお話が来た時ってどうだったんですか、うん、おやったと思って、はい、名前見てこれ神羅万象丸って書いてあって、はい、これね、はい、すごい、このさ神羅万象ってね、はい、俺ね昔劇団やってたんだけど、劇団の名前が神羅万象って言うんですよ。え、すごい偶然ですね。ね、そうなの、はい、それでさ、そこの劇団にね声優でも何人かいるんだけど、はい、ゲストでさ川田真嗣って出てきたじゃん、はい、ケンプロのね、はい、あいつも劇団員なのよ。なんで俺が最初に神羅万象丸やってて、はい、そのカウソが来た時に、はい、大抵さん何これそんな劇団名だから、はい、で結局その劇団のさほら看板背負ってやってたわけじゃん、はい、俺がそれが神羅万象丸ってさそのキャラクターで出てるってことが、はい、カワウソも大爆笑だったらしくてだから俺も、ね、そこら辺衝撃的だったんですよ。神羅万象丸どこか運命的何かがあったんですかね分からんけど、はい、まあ、まあ見た目はね、はい、ふっくらしたそうですね、ビジュアル。多分あれは見た目キャスティングだね多分ね。そんなことあるんですか、うんうん、でも僕はよくモブになんか似ているというか、うん、よくモブそのものだねなんて言われることも、うん、あ似てる似てる。本当ですか。似てるよ。いやなんかモブでしょだって。いやなんか僕自身はそんなことないと思ってる。いや似てる似てる。へえ、ああその性格とかね、なんかいろいろ言われるんですけども、はい、なんか超能力使えそうだもん、ね、使いたいですけどね。本当になんかどうですか神羅万象丸とそういう共通点、うん、共通点なんかないよ見た目以外。 あの人オタクでしょだって。お、まあ、ね、そうですね。ネットとかずっとやってるもんねだって。結構多分その超常現象とかに関してはすごい調べてそうですよね、うん、そうでしょ、はい、あれだけどあの人本当に超能力使えんの。いやでも使ってるんですよ。なんか金縛りやったよね、はい、ピーンつって霊爆っていう技がね、ちゃんとある。霊爆しかできないでしょだけど。そうですね。けど霊爆できるだけで随分すごいよね。そうです。一般人からしたらもうレゲン師匠からしたら全然上の人ですからね本来は。ね、はい、しょっちゅう霊爆使っちゃうよ俺使えたらでもその霊能力使えたら何使いたいですか。えどの霊の能力のどんなんでも。はい、そんなん透明人間だろだって透明人間でしょだって。いやそうですねなんでなんで。いやなんでそうですね。もうあまり日常的には見られない場所に入って見られるからじゃないですかね。女子風呂とか。いやなんかほらこう通行禁止な場所とか。なんだよそれ通行禁止な場所って。ちょっとこうあの偉い人しか行けないなんか国会議事堂とか入ってみたくないですか。なんかそういう組織の中をちょっと。何そんな真面目に言ってんの。いやラジオですか、ラジオですかそんな能力使えんのにそんなとこ行くの、はい、絶対嘘絶対嘘絶対嘘。そうですね嘘かもしれないですけども、うん、その透明人間、うん、それ以外なんか使えることありますか。透明人間、はい、透明人間はだってもう透明人間だったら、はい、何でもできるじゃんだって。いや何でもできる、ね、お金も儲かるかもしれないし。確かにズルできるじゃん、ね、移動もお金かからないですもんね。そうだね何に乗ったってね、はいはい、グッてだってあれどうなんだろうね透明人間って。物理的なんか物理的にこう触ったらその触った感じはあんの。服とかどうなるんですかね。あれさなんかよく、はい、そういう映画とかでは裸になったりする。そうですね服だけ浮いてるみたいな、うん、があった場合は裸にならないと透明になれないみたいな。それ透明がだから何分とかさほら。そうですね制約があるのかどうかとかもありますけど、うん、それによってあんまり遠くまで行けないよ1時間以内のね1時間だったら。そうですね急に裸の人が現れちゃうビューンっつって、はい、それまずいじゃん。1時間
立ったら、うん、そのあ切れると思ったら服を一回着て、うん、パッて一回人間になって、うん、もう一回脱ぐみたいな。めんどくせえな、ね、それ逆に言った。あとねその息を止めてる間透明人間とかっていうのもあるよね。あーよくなんか漫画とかそのお話的にはそういう制約ありの能力ですよね。そうそうそう、うん、なんかそれもなちょっと1分ぐらいだもんねそれって。はい、だいたい息が止められる長さですから、うん、難しいね。考えたら難しいですね。難しいんで活用できないんで、はい、捕まっちゃうんです。結構このお話的にはその能力はもう自由に使ってる人が多いですけどね、うん、あれでしょう、なんかテレなんかサイコキネシスみたいな、はい、ビビビッつって物を動かしたりとか、あとなんか乗り移ってネクタイギューとかやるとか。ありましたね、なんか、まあ、物を動かすのもありますエクボか、はい、エクボが人に乗り移ったりする形ですけれども、うん、ちょうどその先ほどアニメの4話5話っていう話があった時には、うん、そのモブ君がこう幽体離脱をして、うん、人に乗り移って戦うっていうシーンもあったんですよね。そうだね、はい、なんで実は能力使えれば何でもできるんじゃねみたいな感じではあるんですけど、魔法と一緒だよね、はい、何でもできるんだ。何でもできる、じゃあ何でもしたいですね、うん、結論は何でもできるなら何でもしたいっていう結論になりますかね。そうだから、それをだから正義のために使うか、はい、自分の悪のために使うか、はい、どっちかってことですよ。えどっちに行きますか。いやそんな正義だよ。あモブ君と一緒ですよ。モブ君も悩んでたじゃん。そうですね、こう幽霊との境目にいる人間になっちゃって結構悩んでましたけども、うん、いやいやそこ悩みますね。なんでよ、それは正義のために使うだろう。いや人ですから、うん、はい、いろいろ感じることはあるんです多分僕以外にも、うん、皆さんは、はい、そんな怒りはあのメールにぶつけて皆さんはこのラジオに送ってきていただければ そ,、ねはい、そしたらそれを解消してあげるんだ、ね、我々が、はいうん、読んで解消したいと思いますのでどうぞよろしくお願いします、ね、じゃあちょうど、メールの方も読んでいきたいと思います、はいはいはい、放送部員ネームリーヌさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。こんにち は, こんにちは。最近モブサイコを楽しく見ている。お、韓国人です。おお、韓国人だから日本語が下手だが、それでも頑張って見ようと思います。ありがとうございます。これからもたくさんの面白いエピソードを期待していますと。うん、韓国で見てるってことかな、日本で見てるのかな、どちらなんですかね。でも韓国でも放送する多分放送局はあるので、うん、あの海外の方も見てらっしゃるっていうのは結構伺って、日本語で見てんだ。いや、ね、翻訳版があるんです。あ、翻訳版もあるんだ。はい、なんでそれを多分見てらっしゃるのか、もしくはオリジナル版を聞く方法があるのかもしれないですけれども、ね、韓国版だったら全然伊藤君関係なくなっちゃうもんね。そうなんですそうなんですよ実は、はい、なんでここにでもメールをいただいてるということは日本で多分日本語版を見ていらっしゃるかもしれないっていう方ですね。ありがとうございます。では次のメール読んでみたいと思います。放送部員ネームペコさんからいただきました。ありがとうございます。伊藤さん、ゲストさん、モブサイアップ、モブサイアップ。先日アニメ第5話拝見いたしました。先行上映会から映画だったという声が多く聞いていたので、心してリアタイ準備をしていると、まさにハリウッド超大作を見ているようなド迫力の映像で圧倒されました。勇気 100% のモブ君にもキラキラのビジュアルとせっちゃんさんのキリッとボイスに完全に心を奪われました。わー、ありがとうございます改めてキャストスタッフさんの高い熱量をひしひしと感じられて幸せでしたとのことです。これどういうところでやってんの、その上映会って。普通の映画館みたいなところ。4話、そうですね、映画館で。4話5話は、ピカデリさんで上映会をさせていただきます。すごいね、はい、大迫力の。毎回やんのそれ。今のところ1話2話と4話5話、そしてこの後6話7話の予定があります。すごい、はい、それは ね大画面で見たらすごいよね。いや、すごいと思います、ね、特に5話はもう映像がもう何ていうんですかね、うん、もうエフェクトがすごくて、爆発とかの、あ、そのもう真央ちゃんが来るってくやつだっけ。そうです、それであの石田さんが出てきて、石田さんと僕のモブ君が戦って、もう妖怪大戦争みたいになっちゃう。そう、俺が超活躍したやつな、死んだ場所。そうです、最初の頃な、はい、もう超能力者の中にいて師匠をこう見つけてくれるキャラですから、ね、だってあれさ超能力者がすげえ集まってる割に、はい、みんなちょろいよ ね、 なんか変なキャラクター多いんですよね。みんな うさんくさいやつだったよねなんか手がこう 猫の手だったり、あ、そうだ、じゃんけんするじゃんけんするところに手がまともな手がほとんどないみたいなチョキできねえじゃんみたいな、はい、キャラクターばっかの中だったんですけど、その中ではもう特に死んだ万象丸はちゃんと霊爆で相手を止めたり、一回ね止めたけどね、はい、ちゃんとした霊能力を使ってましたから、うん、すごい、はい、すごいです、すごいです
まあそんな4話5話の感想を多くいただいてるみたいなので、ぜひぜひ読んでいきたいと思うんですけれども、うん、はい、では次のメール読みたいと思います。放送部員ネームあちゃ太郎さんからいただきました。ありがとうございます。小中放送部の皆さん、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。7つ年下のほんの少しモブ君にの似た夫を持つ32歳のおばさんです。5話のモブ君かっこよかったですね。いつも素直で可愛いモブくんがさらにヌルヌル動いててキラキラ過去誰だよしてて素敵でした。さらに伊藤節夫さんの声がモブくんの静かな怒り、悲しみ、勇気、感情のシンクロ加減が素晴らしく、作品にのめり込めるのは演技力が高いからなんだと思います。早速ブルーレイボックス予約しました。第3期アニメ化楽しみにしています。これからも頑張ってください。ありがとうございます。はい、そうだよ、みんな大丈夫だよ、認めてるから。本当ですか。うん、自信を持って。いやでもこう言っていただくのは素直に嬉しいです、うん、やっぱり役者としては。はい、でもちょっと今自信をなくしたところでこう呼ばれるとちょっとなんかもう頭の中でもうこんがらがってはいるんですけれどなんで自信なくすの、全然大丈夫じゃないですか。でもこう見ていただいて、うん、ブルーレイボックス予約していただくっていうのはもう本当にも もうやってる側としてはもう妙利につきますよ、本当に、うん、まあでもあのブルーレイの方を聞いていただくと、うんうん、例えば今回のこの使用中放送部の出張版とか特典もあるんです。はい、どこ行ったりするの。え、あ、いや、あの出張版っていうタイトルでただ単にここでやってるだけなんですけど、どっか行くんじゃないの。どこ行くコーナーではないんですけれども、猫カフェ行ったりとかしない。あ、行きたいんですけどぜひぜひお願いしますなんですけど、うん、そういう こう特典もあるので、うん、こう猫カフェの時俺も呼んでも、あ、本当ですか、うん、え、じゃあそんな回があるか。猫カフェでまず撮れるもんなんですかね撮ることはできる。あ、じゃあ、企画の一つとして上に持って行ってもらって許可が下りれば、まあ、はい、なんでそういう特典もあるので、うん、ぜひぜひブルーレイの予約等はぜひこの方以外にもお願いします。はい、っていう感じです、はい、はい。でもなんかモブくんの静かなこう感情が伝わっていたっていうのは本当に嬉しくそうだね、よかったね、そういうのね、はい、伝わって。結構こうモブくんって感情を表に出すことが多くはないですし、うんうんうん、出したとしてもやっぱ静かなってこう前置きがつくぐらいの表現になってしまうので、うんうん、けどだんだんほらさ1の時もからさ、はい、比べたらさだんだん言うようになってきたじゃん。そうなんです、自分のことをね、はい、成長して、うん、結構こう感情は2期はいろいろ出していってるので、うん、そういうところは皆さんに伝われば嬉しいなって思ってます。はい、じゃあメールはここまでということです。たくさんのメールありがとうございました番組では引き続き皆さんからのメールを募集しています。番組ページのメールフォームからどしどしお送りください。モブサイコ100使用中放送部。これって超常現象ですか。このコーナーではリスナーさんから送られてきた超常現象だと思ったことを紹介し、超常現象かそうじゃないかをゲストさんに判断してもらいます、うん、ということで楠木さんお願いいたします。はい、はい、ですね、楠木さんは不思議な出来事とか体験されたことありますか。不思議な出来事なんかもうしょっちゅうだよ。え、本当ですか。今日もさ、はい、朝起きたの、はい、で普通にね準備するために風呂入ったりしてさ、はい、歯磨いて、はい、で着替えようとすんじゃん、はい、したらさズボンが入んねんだこれそうか、太ったのかなと思って、はい、そういうことが毎日起きてんだけど、ね、毎日ですか。怖いと思わねえ。それは悪霊の幸せですね。昨日これ普通に止まったのにだんだん止まんねえみたいなさ。それはもう超怖いぞ。症状現象ですよ。だんだんな、はい、持ってる服が着れなくなってくんだ。やばいだろ。やばいですそういうことがしょっちゅう起きてるよ。あ、それはちょっとなんてコメントしたらいいか困っちゃいますね。不思議なことってさ、はい、どういうこと。金縛りとか。あ、金縛りとか前にあったのはなんか自分が何か取ろうとしたものがもう勝手に落ちるとか。偶然だろ。いや、そうなんですけど、それが重なると偶然なのかってちょっとこう不安になり始めるじゃないですか。重なった偶然だよそういうメールがいっぱい来てるんです。それを判断してもらうコーナーです。本当、はい、うん、なのでそんな辛口な楠木さんにいろいろと判定していただきたいと思います。では1つ目、放送部員ネームレーゲンが投げ捨てた塩さんからいただきました。ありがとうございます。モブサイアップ、モブサイアップ。突然ですが私には小さい頃から悩みがあります。
私はよく机で勉強したまま寝たり布団に入らず寝たのに朝起きると布団の中にいることがあります。ん机で寝てたのに朝起きると布団の中にいるっていうことです。はい。両親も私を布団まで運んでないと言いますので、なんでなんだろうと思っていたら、ある時母に机で寝てたと思ったら急に立って布団まで歩いていったよ、無遊病者みたいだったよと言われまして、と言われ唖然としました。自分にはもちろん記憶がないので、自分の中ではこれは超常現象扱いになっています。わざわざ布団に入れてくれるので悪霊ではないと思うのですが、どう思いますか、ということですけども。それはあれだよ、はい、悪霊じゃなくて、はい、いい霊だからいいんだよ、その通り。あ、悪霊の仕業じゃなくて、そういい霊、うん、超常現象ではじゃないの。じゃないんですか、うん、寝たら、はい、布団に行くお化けだから、それ布団に行くお化け、うん、超常現象ではないですか。これは超常現象ではない。それだからいいお化けだから、はい、いいの。あ、超常現象ではない。よくわかんないけど。悪霊じゃないと超常現象じゃないんですね。じゃあ。そうそうそう。いい霊はさ、ほら。いい霊は除霊しちゃダメだから。あ、そうです、うん。確かに。じゃあこれは、うん、いい霊が手助けをしてくれているという。そうそうそう。で、そういうのよくあるでしょ。寝て違うとこにいるとか。あ、あります。朝起きたら知らない人の家で寝てるとか。あります。あるだろう。え。けど俺ね、本、は、当、い、実際そのやっぱ小さい時に、はい、やっぱ寝ぼけて。はい、僕もう帰るとか言って外出てっちゃうんだって。なんか自分家なのに、はい、お母さんが止めたっていう話をよく聞いたことあるけど。でも今僕も思い出しました、うん、あの地元に帰って、うん、その高校時代とかの友達とお酒を飲んで、うん、飲んでたんですよ。高校時代の友達です、ね、うんうん、はい、なんですけど気づいたらあの実家のトイレにいたっていう。そうだろ、はい、それあるんだよ。これはいい例ですよ。いい例だよ。いい例が知らないうちに、あ、こいつもグロッキーだやべえだって家に連れてってくれるっていうことは、酔っ払いを介護するお化けです。あ、うん、じゃあ超常現象ではないの。ない。うん、それはいいお化け。だからいいお化けは、はい、何か不思議なことが起きても、はい、あ、いいお化けなんだと思って気にしちゃダメなの。いなくなっちゃうから。ああ、気にしすぎると。それ怖いってなるともう消えていなくなっちゃうから、そのいいお化けが。じゃあもう朝まで机で寝ることになっちゃうよ。はい、ああ、それはダメですね。風邪ひいちゃいますし。いいお化けはありがとうって言ってればいいの。じゃあ感謝の気持ちを忘れずに、そうそう、うん、はい、日々を過ごしてください。はい、はい、じゃあ次のメールいきます。あれ、何のコーナーでしたっけ。放送部員ネーム茶足さんからいただきました。ありがとうございます。せっちゃん、ゲストさん、モブサイアップ、モブサイアップ、いつもラジオ楽しく拝聴しております。早速ですが本題です。アニメ2期、前はアベマ TV でリアタイ視聴させていただいているのですが、30分感動で動けなくなっているうちにBS 富士での放送も始まって、それもリアタイしてしまうので気づいたら24時30分になっています。体感がもう10分くらいなので時空が歪んでいるとしか思えません。これって超常現象ですか。それはね、はい、超常現象。あ、超常現象。そうそうそう、悪霊ではない。あ、うーん、中間だな。中間ですか、うん、はい、その楽しいこととかに会うと、はい、その時間が短くなるっていう。あ、ありますね。そのことは、はい、実は超常現象なの。悪霊が、そうそう、時間をポイッと奪っちゃう。ポイッと奪っちゃう。だから年を取ると、はい、もう1日がもう30分ぐらいに感じるんだよ。え、アニメ終わっちゃいますよ。あっという間にヒュッつって、はい、だからね、そういうお化けは、はい、もうなんか適当なこと言ってる。そういうコーナーです。そう、あのね、だからそういうお化けも大切にしなきゃいけないんだ。あ、それはあの徐々に時間、このいい加減さ。徐々に時間が短くなってしまうっていうのは、そうだから、時間が短くなってしまうお化けがいるのよ、はい、世の中には。そいつは悪霊じゃない。そいつも悪霊じゃないの。そいつも普通に、はい、あのちゃんと生活させておいてあげないと、はい、もうだん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 ほら、めんどくさいでしょ、いろんなことが。そうですね、いろんなことがめんどくさいんだよ。ですね、うん、はい、それをすっ飛ばしてくれる。多分ね、この話あんまひどくない。超常現象ではあるということで。そうそうそう、じゃあ超常現象です。はい、じゃあということで、うん、このコーナーでは、うん、皆さんからの超常現象っぽいことを募集しています。いや思ったことが目の前で実現したり、はい、スプーンが曲げられるようになったなど、皆さんが超常現象かもと思ったことをぜひぜひ送ってきてください。以上、これって超常現象ですか、でした。
モブサイコ100使用中放送部。目指せ肉体改造。このコーナーはモブ役の伊藤節夫がいろんなことに挑戦して肉体改造を目指すコーナーです。というわけで今回は楠木さんにいろいろとお手伝いいただきたいと思います、うん、はい、はい、こちらですね久しぶりのコーナーなんですけれども、うん、結構なんかいろんなことさせられて今までなんか猫じゃらしで結構くすぐられたりとかなんかいろいろ本当に スクワットとかずっとしてたりとかそういうことをやってきたんですけれども、それ全部節夫くんやんの？はい、ゲストはやんないんだ。やらないです。すごいね。僕が肉体改造するコーナーなんで、モブくんなりに、うん、はい、やりたいと思います。今回はヨガに挑戦します。はい。まずは僕はヨガの椅子のポーズを取ります。うん、その椅子のポーズを2分間キープしつつ、楠木さんから出題される四字熟語クイズを5問以上正解することができればチャリに成功です。はい。なんか椅子のポーズっていうのはちょっと調べたんですけれども、うん、膝を曲げて両腕を上に上げるだけです。だけなんですけど。辛いのこれ？いや結構辛いです。さっきちょっとやってみたんですけど、うん、結構地味に効くやつです、うんうんうん、なんでそれを2分間やりながら四字熟語のクイズを出してもらう感じになります。それ5問正解すればいいんだ。そうです。へすごいね。いや四字熟語なんて全然出てこないんですよ。どうしましょう。いや大丈夫大丈夫。大丈夫ですか？あの問題がちゃんとね、はい、簡単だから。簡単ですか？信じます。やる？やる？やれます。いけます。じゃあ行きますよ伊藤くん。はい、準備はいいですか？はい。それでは行きましょう。伊藤くんの肉体改造スタート。ですね、はい、冬季に寒い日が3日続くと次に暖かい日が4日ほど続くという気象現象。え？ 3?3?あ、もうヒント出してくれる、ね、ヒントが1文字出てるんです。これはわかるでしょ、言うでしょ。三半半半三半期間三半四音。おお、はい、じゃあ続いて。え、これきつきつい。はい、次ですよ。これだ5問正解しないとダメなんだよ。はい。目標に向かってがむしゃらに突き進むこと。これは簡単でしょ。イノシシ、イノシシ、イノシシってなんだっけ。イノシシってなんて読むんだっけ。イノシってなんて読むんだっけ。あ、出てこない。なんとか8回、なんとか、お、ビボビボ。おー、すごいね。次、天地の間に存在するすべてのもののこと。神羅万象。おー、すごい。これだ、正解しそうじゃん。え、今何分ですこれ。まだだけど全然あると思うよ。あと1分以上。本当にやばいですこれ。これ本当にやばいです。どうする？出してください。このままだってすぐ。これ何がもらえるんだっけ。チョコレートもらいます。ちょっと本当にやばいこれ。本当だってまだ時間あるよ。状況や状態の変化に応じて柔軟にそれにふさわしい処置をすること。これだから1問目のヒントが出ると絶対わかるよね。処置をすること。うん、なんかほら考えてそれに合ったことをさっさっさってこう、はい、お、応急処置。お、なんか似てる字が、あるかもな。ヒント、臨機応変。うん、あ、これさ、あと15秒。あと15秒らしいよ。あと1問ください。あと1問ください。あと1問。はい。じゃあね、どうにしようかな。ただそれ一つきりで、はい、同じものがないこと、他に同じものがないこと。ただもうそれだけしかない。唯一無二。おお。すげえ、これノーヒントで正解。はい。これ。え、きついの？めっちゃきついです。マジで？これ過去最高にきついです。マジで？なんかすごい見てると楽そうなポーズなんだけどね。あのなんか椅子のポーズ。しびれて。ただ手上げてるだけじゃん。しびれて感覚なくなってきたんですよ今。本当？はい。これ皆さんやってみてください。椅子のポーズで調べてそのポーズを結構腰落とし目でやってみてください。本当にきついです。今だって後ろでちょっと椅子に横張ってたでしょ。横張って。そのために椅子下げましたもん僕。本当？はい。すごいね。筋肉もりもりなんじゃないじゃん、こんなんやってたら。ちょっと足がけど5問正解しましたよ。 ありがとうございます。意外にほら分かんないとか言っときながらさ、はい、結構やっぱ分かってたね全部ね。なんとかなんとかでしたね。最初の文字分かるとね。そうですね、ヒントがあると楽でした。というわけで、うん、今回はご褒美に、放送日にちなんで実はチョコレートが用意されてるみたいです。はっ、これですね。何これ、俺もいただいていいんですかこれ。そうなんです。あ、すごい、ありがとうございます。可愛い猫の猫ちゃん。ちょっと
汗がすごくって今本当脱いでいいよ脱ぐものがもうないんですけどあこれ脱ごう、そうそうそう、あそんな疲れるんだ。いやすごかったです、ちょっと過去最大でしたね。なんで今までどんなさことやってたの。なんかずっとスクワットすると、スクワットの方が辛いじゃんだって。いやなんか動いてる方が楽でした。それも四文字熟語を出すの。いやなんかいろんな問題が今まであったんですけども、はい。けど問題はほら簡単だったじゃん今まで。そうですね、結構答えられる言葉が多くてよかったですはい、というわけで楠木さんご協力ありがとうございました。ありがとうございました。このコーナーではこんな感じで僕が筋トレをしながらいろんなことにチャレンジします。以上、目指せ肉体改造でした。お送りしてきましたモブサイコ100使用中放送部、そろそろエンディングのお時間です。シオラジ初登場、楠木さんいかがでしたか。いや楽しかったですよ。本当ですか。いやよかったです。ちょっとまだ僕汗引いてないですけどさっきのコーナーちょっと引きずっちゃってるんですけど、うん、いやでもなんかあまり実は現場ではそうだ、ね、いっぱいお話しすること機会はなかったんですけど、ね、そうなんか結構さほら俺とか秋代さんとか、はい、その桜井とかと話してるのを聞いてクスッと笑ってるよね、はい、そうですちょっとたまになんかツッコミ入れたそうだなみたいないや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 、でもこう周りの皆さんが結構いろいろお話ししてるのを聞いてるだけでもちょっと楽しい現場だったんで、そういう意味ではこうやってラジオに来ていただいてお話できたのはすごく嬉しかったです。僕も嬉しかったですよ。はい、いやなんかこうモブサイコって作品、うん、実は僕が本当子供の頃から見てたアニメに出てらっしゃる方がすごく多くて、ああそういうことね、うん、そういうところでもなんか子供の頃の自分に聞かせたいラジオになってます最近こうお前将来あのアニメの〇〇さんと喋ってるぜみたいな。喋ってるぜその番組であなた刺激が死んじゃえな、あなたそう感じさせていただけるゲストさんっていう感じで、うん、本当にありがとうございました、うん、はい、ここでモブサイコ100からのお知らせです。アニメモブサイコ102は東京 MX 他にて絶賛放送中です。アニメの感想メールも随時お待ちしています。そしてブルーレイ &DVD 情報です。モブサイコ102ブルーレイ &DVD 全6巻が発売決定。特典 CD には新規取り下ろしの使用中放送部がついてきます。第1巻は4月3日水曜日発売です。またアニメ第1期シリーズのブルーレイボックスとレイゲンが大活躍するオリジナルアニメモブサイコ100霊言知られざる奇跡の霊能力者のブルーレイ &DVD 通常版も好評発売中です。さらに僕伊藤節夫が出演した舞台モブサイコ100裏対裏のブルーレイ &DVD が発売中です。本編映像に加え稽古場や舞台裏の特典映像など盛りだくさんの内容ですので、こちらもぜひチェックしてください。続いて音楽情報です。オープニングテーマモブクワイヤフィーチャリング砂上の花が歌う 99.9 とエンディングテーマ砂上の花が歌うメモセピアグレイは3月6日水曜日発売です。またオリジナルサウンドトラックも4月3日に発売になります。映像と一緒にアニメを盛り上げる音楽もお楽しみください。さらにさらにコミックス情報です。裏サンデーにて連載中霊言師匠が主役モブサイコ100から続くレイトカコメディー霊言霊宮地マックス131の男のコミックスが2月19日火曜日ついに発売です。こちらも要チェックです。ここからはイベントグッズ情報です。渋谷のアートスペースギャラリー X by パルコにて2月25日月曜日までモブサイコ102の展示会が開催されています。こちらの展示会の福岡広島巡回展の開催が決定しました。福岡会場は福岡パルコにて3月2日土曜日から11日月曜日まで、広島会場は広島パルコにて4月12日金曜日から22日月曜日まで開催します。オリジナルグッズの販売もありますのでぜひ遊びに来てください。そしてモブサイコ100の公式 LINE スタンプが発売中です。皆さんぜひスタンプをゲットしていっぱい使ってください。その他詳しい情報はモブサイコ102公式サイトをご覧ください。そしてこの番組は月2回不定期配信されます。皆さんからは普通オタや各コーナー宛てのメールを大募集していますので、番組ページのメールフォームからどしどしお送りください。 DVD& ブルーレイ特典版の使用中放送部出張版宛てのメールも随時募集していますので、こちらもよろしくお願いいたします。
それではまた次回お会いしましょう。お相手は伊藤節夫と楠木大天でした。バイバーイ。